おはようございます。近所林です。まずね、最初に一言言いたい巨人ファンの皆さんというか、巨人さん、あんなにいとも簡単にたやすくヒット打つのやめてもらっていいですか？ バッティングセンターじゃないんで、神宮は。やめてもらっていいですか？あんなに。ボコスカボコスカ、お金取りますよマジで。ね、20球300円、あんなに打ちます？本当にヒットの価値落ちるんで、やめてもらっていいですか本当に。はい、っていうぐらいね、しこたま打たれましたね今日もね。いやー、ちょっとね、これが連日、2日連続で続くとちょっとメンタルがね、いやー、巨人打線がエグすぎる。昨日が21安打だったかな？で、今日が15？おい、2日だけでお前36も打つなよ、ヒットを。やばいって、本当に。はあ、すごいな、巨人打線。で、ホームランが、昨日が4本出てましたね、あっちが。で、今日が3本出たかな？ 7 本。ちょっとやばいな、巨人打線。マジで脅威。いや、すごすぎる。あんな簡単にヒット出るもんなのってちょっとね、錯覚起こしちゃいますよね。うちのピッチャーがダメすぎんのか。ちょっとやばいっすね。めちゃくちゃ打ちますね、巨人さん。たまったもんじゃないな。はい、ということで今日の試合の、振り返りいきましょう。はい、今日先発がですね、相手が高橋投手で、こっちがスアレス投手でしたね。はい、スアレス投手なんですけども、まあ甘いっすね、球が。で、コントロールもそこまでままなってないし、いった甘い球を巨人は絶対に逃さないという。しかもね、神宮はね、風もあるんですよ、この2日、ずっとホームからセンター方向へのね、もうバッター有利の風も吹いて、で、プラス神宮、そりゃホームランもあんなワンサが出るわなっていう、そうですね、やっぱ甘かったな、スモークに打たれた球も、もうど真ん中チェンジアップっすよ、本当に、もう、バッピかよっていうぐらいの、すっごい甘い球でね。バチコン、あ、結構飛んでましたね、ライトね。ほんで中段ぐらいまで飛び込むんじゃないかっていうぐらいの、本当に、えげつない打球打ってましたね。はい。で、岡本に打たれたホームランも、あれはストレートですね。でも高めなんですよ。結局、高め。あれも完璧でしたね。完璧な一打。いやー。で、結局、4回6失点。一回もゼロで抑えたイニングなかったっすね。あかんな。4回はね、ツーアウトまでは来てたんですよね。で、岡本を抑えれば、ゼロ点だ、やっとだと思ったんですけど、岡本にツーラン打たれるって。ダメダメでしたね、今日スアレスがちょっとね。球威はあるんだけどな、ちょっとチェンジアップがね、すごい打たれてたな。全然コントロールできてなかったな。カーブは良かったっすね。ちょくちょく、2割ぐらいかな、2割ぐらいの割合で投げるカーブ、あれはすごい効いててね、あれは良かったんですけど、でもあれはストレートがしっかりね、ビシバシ決まってこそですからね、ストレートも完璧というか、コントロールできてたかって言われたらね、全然そんなことなかったんで、じゃ残念。で、その次投げたのが、大下か。大下投手は、そうっすね。まあ、ビハインド要因。兼ロングリリーフ。だ負け試合のロングリリーフとして投げるんですけども。まあでも2回1失点だったんで、まあもうナイスピッチです。はい。もう昨日今日とも、もう点入ったイニングしか見てない気がするんで、もう2回1失点は本当によく投げてくれましたよ。はい。ただ丸選手にはきっちりホームラン打たれてたんでね。まあ、でも、1失点で済んだならナイスです。はい。で、3番手、今日杉山投手でしたね。はい。
昇格してプロ初登板ですよね、一軍でね。うん、で投げてたんですけども、3回無失点、まあこれを結果だけ見ればすごい、ああよく投げてくれたなって思うんですけど、なんかこれといって武器ないなって僕は思っちゃったんですよね。うん、まっすぐも、ま、148ぐらいは出てたかな、うん、ぐらいで、で変化球がフォークをよく投げてましたね。はい、なんすけど、まあストレートは全然高めに抜ける、抜け球とかもすごい多かった、力んでね。でワンバウンドのボールもたくさんありましたし、でフォークもなんかこう低めに決まるとかじゃなくて、なんかじゃ真ん中付近にもうほぼほぼ集まってて、うん、なんかだから相手がミスショットして助かったみたいなシーンもちょこちょこあったので、だからまあ初見だから巨人打線は打てなかったのかなって僕は考えてますね。はい、これといってやっぱ武器なかったんで、次回登板ちょっと怖いっすよね。うん、まあしばらくは多分このビハインド要因として投げるのかもしれないですね。うん、杉山投手もね、まあ僕覚えてるんですよ、2019年のドラフト3位で、去年のオープン戦練習試合か忘れたんですけど、このソフトバンク戦だったんですけど、156キロ出してるんですよね。うん、うわめちゃくちゃ速いピッチャー来たやんって思ったんですけど、うん、今日はだからマックスが148ぐらいだったので、まあ多分コントロール型にちょっとシフトしたんかなと。うん、やっぱ荒れてるとね試合なんないんでね。うん、まあそれはいいんですけど、やっぱこう一個なんかしっかり決まる変化球とかでコントロールがちゃんと低めに集まるとかがないとちょっと厳しいのかなと思いましたね。はい、でもまあ3回無失点は、本当によく投げてくれたと思います。はい、お疲れ様でした。はい、ということで出す、バッター陣の方なんですけども、そうですね、今日はね、うん、相手が先発が左ピッチャーってことで、完全に左が殺されてましたね、みんな。うん、一番山崎選手も、まあ初回はなんか内野安打ね、うん、もう本当に足でなんとかもぎ取ったみたいな内野安打だけでしたよね、山崎選手は。内容はファーボール選んでたかな、ファーボール1個ぐらいあったのかな、うん、とか、あと村上選手も今日はもう全然ちょっとやられてましたね、高橋投手にね。うん、やっぱり左ピッチャーを苦にしちゃってましたね。なんですこう打線にこうつながりがなかったっす。うん、だ中村山田で作るんですよ、チャンスは。チャンスは作るんですけど、その村上選手とかでオスナ選手が、オスナ選手も今日は良かったんですけど、二塁打打ったりとか良、かったんですけど、まあオスナ選手が倒れて、その次は青木選手なんで、また左なんですよね。で青木選手も今日は全然もう対応できてないですし、今日は本当に左の高橋選手がちゃんと左バッターを潰してて、こう打線につながりを生まなかったから大量得点はさせなかったって僕は見ます。はい、だからそうですね、うん、やっぱ高橋投手結構ねフォアボール5個以上は出してましたね、は出して、でヒットも一応ちょこちょこ打ってたんですけど、うちもで塁は埋めてるんですけど、その左バッターに打席が回ってこうチャンスが途絶えるっていう。だからこれからはもう左ピッチャーの時、うん、はやっぱ塩見とかを使ってね、こう外野は併用していかないといけないのかなと思いましたね。で青木選手ちょっと怖い、もう気になるな、すごい引っ掛けゴロが多いっすね。なんか引っ掛けてセカンドゴロ今日もあったし、ちょっ と本当調子悪いんだなっていうね。うん、青木選手がちょっと心配だな。でちょサンタナね、サンタナちょっともう弱点がもうバレてますね、だいぶ。でこういう情報ってね、スコア班が絶対いるんで、他球団にも知れ渡ると思うので、サンタナ選手はね、まあボール球は振らないですよ、振らないっつか、そのまあまあいいさ、ボール球は振らないんですけど、外の変化球がめちゃくちゃ弱いっすね。うん、外の変化球だ、追い込んで外にスライダーなりカーブなり投げてれば多分打ち取れます、サンタナ選手は。うん、もうほんそんくらいも三振しますね、普通に。ちょっとあれっすね、ダメっすね。うん、
で、バットに当たったとしても、なんか引っ掛けてサードゴロとか、今日ゲッツーも打ってましたね、確か。うん。なんだろうな。フォーム。なんかね、サンタナ選手のフォームってなんか変っていうか不思議ですよね。あんま見ないっていうか。正直、一見すると素人っぽい振りに見えちゃうんですよね。うん。こうやって、こうゆっくりこうバオーって立って、なんかテイクバックの時になんか一回バットがなんかキャッチャー側向くんですよね。うん。で、こう振り出して、で、なんかこねてるんですよ。手。バットこねてるんですよ。で、それでなんかボールのなんか上っ面叩いて、上っ面叩いて、こうサードゴロとか、ゴロ打っちゃうみたいな。うん。なんでちょっとね、結構サンタナ選手は苦労しそうだなって、今日見た感じ思いましたね。直球は強いかもしれないですね、もしかしたらね。うん。はい。あと守備もね、ちょっとサンタナ選手もっさりしてんな。なんか、動き遅くないですか？ちょっともっさりしてんで、多分今のところまだその守備のね、そのサンタナ選手の守備のその隙を見て先の塁狙われたりはまだしてないですけど、多分そのうち増えてくるんだろうなって思いましたね。はい。ただ肩は強いんですよね。もうちょい動き早ければね、全然外野の守備いけるんですけど、肩はあるんだけどなーっていうね、ちょっと難しいですね。はい。で、今日8番が西浦選手だったんですけど、西浦選手はヒット2本打ってましたね。で、左ピッチャーだったらまだ割と打ってるのかもしれないですね。で、今日多分本山選手は今日ね、左ピッチャーが相手っていうことで、今日西浦選手にしたんだと思うんですけど、西浦選手は今日は、いい内容だったですね。2安打打って。セカンドへの、痛烈な、内安打か。と、あと、あれか、右中間に二塁打打ったりとか。はい。西浦選手はすごいいい働きしてました。で、けど、その後ピッチャーが倒れて、上位に回って、山崎選手に回るんすけど、左だから打てないっていう。完全にやられてましたね、今日はね。で、巨人のね、中継ぎ陣もね、左多いんすよ。大江もいれば、高梨もいれば、中川もいるでしょ？これちょっとね、左が、これきついな。これきつい。ちょっと言葉が出なかった。左がね、結構重要になってるヤクルトの打線からしたらちょっときつかったな。やっぱ層が厚いよ、巨人は。あと、今日一個思ったのが、なんかこう、原監督の采配ですかね。なんかピッチャー本当にパッて変えますね。今日高梨選手も、高梨選手か？ですよね。ランナー二人出した後にすぐパッてこう変えて、桜井選手にシフト、桜井選手に変えたりとか。なんか本当に思い切りがいいというか、多分ヤクルトだったらあれはもうそのまま投げ切らせますね。やっぱこう、なんだろう。ピッチャーは一回はもう投げてくれ。そんななんかボコスか打たれて、もうひどいピッチングしない限りはもう一回は投げてくれ。みたいな系統するんですけど、なんか巨人はね、スパって変えるんだなってなんかすげえなって思いましたね、なんか。はい。っていう感じでしたかね。はい。まあ、じゃあ今日ポジティブに取られるとしたら、まあ山田選手にね、ホームラン出たし、調子いいし山田選手は。で、左バッターも、今日はまあ左ピッチャーばっかだったから打ってなかっただけだ、だけかなとか。まあそれもダメなんですけどね。で、あと勝ちパ休ませられた。今日はあの3人ね、昨日ちょっとひどかったですけど、今日は休ませられたから、まあ良かったかなっていう。ちょっとプラスに捉えますか。まだ貯金もね、3あるしね。ここで意気消沈してたらダメっすよね。まだ全然、勝ってます。はい。まだ勝ってる方です。こんなに抑えれてたのが奇跡なぐらいですからね。本当にね。はい。ということで、切り替えですね。本当に切り替え。まあ、元気出していきましょうや。
巨人は強い。うん、巨人は強かった。はい、ということで、今日の動画は以上にしたいと思います。ありがとうございました。